世界の広さを感じさせてくれます。同じくジュニアの今度はロープです。ロシアインタークロスのアリーナ・カバエバ。かわいい、はい、まあ、表情はジュニアらしく可愛らしいんですけれども、はい、入ってる中身ですね、難度の数といったら、まあ、バテルシナ選手と同じぐらいですね。はい、そうですか。A と B を合わせると C 難度、B と B を合わせると D 難度になるんですけれども、D 難度が非常に多い選手だと思いますね。非常に個性的な、そうですね、演技というか、はい、まあ、こういう選手たちは筋力トレーニングもやってるでしょうし、段階を踏んだ練習をしていると思いますけれども、これを見てすぐ真似しようと思うとやはり故障になりますので ね、 基礎トレーニングを十分に積んで伸びやかな練習ですね、本当に伸びやかに体を動かす練習をした方がいいと思いますね。ちっちゃいうちにシュートを投げすぎると肘が悪くなるというようなのと同じでしょうか。はい、ジュニアで仕上げるんじゃなくてシニアで仕上げる気持ちでやってほしいですね。ちょっとミスがありましたが、しかし笑顔は崩しません、はい、首がよく動くんですね。可愛らしく。さあ、そして足先にロープを引っ掛けて、高い投げ上げから決めました、最後、はい、ロシアが将来は必ず金メダリストに育てたいと言っているこのアリーナ・カバエバの演技をご覧いただきました。まあ、さあ振り返ってみましょう。はい、まあ、ジュニア選手は6つの A 難度と2つの B 難度しか必要じゃないんですね。はい、ですからあまりに難しい技を入れないようにということを日本の選手には言いたいですね。はい、はい、